ビ。四季ゆり子が選ぶ佐賀市役所の便利なサービス第3位はこちら、証明書自動交付機。あまり混まないからグー。第2位はよ、日曜窓口。朝9時から窓口利用できますよ。そして第1位は、今日の佐賀市テレビは便利な口座振り替えサービスの話題です。ご案内は佐賀市役所納税課の中里さんと江頭さんです。お願いいたします。お願いします。四季ゆり子が選ぶ佐賀市役所の便利なサービス第1位は口座振り替えサービス。佐賀市では市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の納付には安心便利な口座振り替えをお勧めしております。私の場合ついつい忘れちゃうんですよね。でもそんな時に見つけちゃいました、この可愛らしいチラシを。口座振り替え推進キャンペーンですね。目印はよかねこさんのイラスト。口座振り替えキャンペーンの応募期間は今年いっぱい。さらに新規でお申し込みをいただいた方の中から抽選で佐賀さん乗りが100名の方に当たります。私にも当たれ。口座振り替えは納め忘れがなく、金融機関へ出向く必要もありません。また用紙の節約ができるエコな納付方法です。お申し込みは口座振り替え依頼書を記入押印の上、振り替えご希望の金融機関窓口または佐賀市役所納税課窓口でお申し込みください。窓口でのお申し込みは納税通知書、預金通帳、金融機関お届け印の3点をご持参ください。佐賀市役所で便利なサービス、それは証明書自動交付機、日曜窓口、そして市税の口座振り替え。佐賀市テレビ。